宇宙飛行士の事故死が隠蔽されている？ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんは、華々しい宇宙開発の陰で、闇に葬られた宇宙飛行士がいることをご存知でしょうか？旧ソ連には、決して公開されることのない宇宙開発史があると噂されています。宇宙からの帰還時に起きた事故と考えられる通信が傍受され、そのことが明るみに出たのです。今回は政府によって隠蔽された宇宙開発史についてご紹介します。アマチュア無線愛好家による通信傍受。イタリアの無線愛好家の兄弟が1961年5月、旧ソ連の宇宙船から助けを求める女性宇宙飛行士の声を傍受しました。A デイリースター氏が伝えたその内容をご紹介します。残された音声は生々しいトーンで、徐々に悪化する船内の状況を訴えています。応答せよ、応答せよ、応答せよ。声は次第に感情的になりながらも、交信を確保しようと試みます。応答して、これは何？熱い、熱い。最後には、炎がコックピットに達したのか、次のような言葉が残されています。炎が見える、墜落するの？熱い、熱い、再突入する。デイリースター氏は、この宇宙飛行士は地球の大気圏に再突入する際に技術的問題に見舞われたと推測されると報じています。一方、旧ソ連の国営通信社タス通信は5月23日に大型無人衛星が大気圏に再突入して燃え尽きたと発表していますが、現在に至るまで該当する宇宙船の再突入は確認されていません。ユーリー・ガガーリンがボストーク1号に単身搭乗し、人類初の有人宇宙飛行を成功させたのが1961年4月、地球は青かったとの名言を残しました。その約1ヶ月後の5月5日、アメリカはアラン・シェパードが搭乗したマーキュリー3号による有人宇宙飛行を成功させています。当時宇宙開発でアメリカとしのぎを削っていた旧ソ連は同年8月、ボストーク2号にゲルマン・チトフが搭乗し、地球17周の旅を成功させました。そして、1963年6月、ボストーク6号のミッション成功により、世界初の女性宇宙飛行士、ワレンチナ・テレシコワが誕生します。問題の音声は、1961年5月23日に傍受されたものとされています。したがって、もしこの音声データが事実であれば、旧ソ連が有人宇宙飛行に失敗し、犠牲者を闇に葬っていたことになります。帰還に成功していれば、世界初の女性宇宙飛行士として、歴史に名を残すことになっていたかもしれないのです。危機迫るこの音声は、人々の興味をかきたて、数年ごとに話題となっています。2014年には、実際の音声をもとに、短編映像作品がノルウェーで制作されています。その他にもある、旧ソ連の宇宙事故傍受。このイタリアの無線愛好家兄弟は、1960年から1964年にかけて、旧ソ連の宇宙開発の失敗を記録したとされる9つの録音テープを公開したことで、世間の耳目を集めました。中には1961年4月のボストーク1号の大気圏再突入の2度にわたる中断の様子も傍受しています。これによるとガガーリンは、再突入に成功するまでに実際には地球を3周していたとのことです。今回の女性宇宙飛行士の音声記録は、初の女性宇宙飛行士、ワレンチナ・テレシコワが誕生した直後に公開されたことにより、イタリアやスイスのローカルラジオ局を中心に大きな話題となりました。宇宙初の死亡事故。記録によると、宇宙初の死亡事故が起こったのは、旧ソ連のソユーズ1号でした。ウラジーミル・コマロフは宇宙開発初期の飛行士の一人で、史上7人目の宇宙飛行士です。当時、米ソによる宇宙開発競争の真っ只中で、旧ソ連の宇宙計画指導部は米国に勝つため、あらゆるチャンスを狙っていました。1962年、コマロフは、彼が船長を務める月の周回宇宙船、ソユーズ1号と、次世代の宇宙船、ソユーズ2号のドッキングの任務を託されましたが、その試みは失敗に終わります。ミッション開始当初から、コマロフの乗ったソユーズ1号に異常が起こっていました。まず、太陽光パネルの1枚が開かなかったのです。それから、宇宙船を太陽の方向に向ける指示がうまくいかず、さらには、
短波無線が故障してしまいました。コマロフは何とか船を制御し、危機は去ったかに思われましたが、降下の最終段階でパラシュートの釣り紐が絡まったのです。その結果、秒速約60メートルの速度で落下したソユーズ1号は地面に衝突して大破しました。その4年後、もう一つの大事故が起こっています。宇宙から戻る途中、ソユーズ11号の気密性が破れ、搭乗していた3人の宇宙飛行士が地球に着くまでに死亡したのです。乗員は世界初の宇宙ステーションサリュート1号とのドッキングを行うことになっていました。1971年6月、彼らは予定通りドッキングを行い、船内で全ての必要な作業を終え、地球に帰還する指示を受けました。ソユーズ11号の船室内の気圧、温度、全ての機器が正常で、地上との連絡も安定していました。飛行は順調でしたが、高度 150km で宇宙船との通信が突如途絶えたのです。しかし、飛行士らを乗せた宇宙船は当初の予定通りの降下を続けていました。宇宙船は大気圏に突入し、正しいタイミングでパラシュートが開き、軟着陸用のエンジンが作動しました。そしてソユーズ11号は予定通りの場所に着陸しました。捜索班が現場に到着すると、カプセル内の座席で乗員全員が死亡しているのが見つかったのです。原因は高度 150km で船内の気圧を保つ換気用の弁が開いたということでした。乗員は問題発生を認識しており、漏れを止めようとしましたが、40秒後には船内の気圧が下がり、宇宙飛行士は意識を失って間もなく亡くなったとされています。宇宙服を着ていれば助かったのでしょうが、ソユーズ11号は宇宙服を着たままだと3人の宇宙飛行士が乗ることができなかったのです。これらの大事故は世間の注目を集めたミッションだったため、正式に事故報告がされています。しかし、正式に認められていないものがこの他にたくさんあるのではないかとの噂が後を絶たないのです。ガガーリンの死の謎。ガガーリンの死も謎が多いと言われています。彼は人類初の宇宙飛行士となった後、伝説的な地位を得ましたが、一般の訓練飛行中に事故死しています。彼の死は謎に包まれており、これまで多くの疑問が提起され、いくつもの説が提唱されてきました。ガガーリンが輝かしい栄光の旅から帰ると、旧ソ連当局はすぐさま彼を30カ国ほどを巡るツアーに送り出しています。彼は英国女王エリザベス2世とも昼食をとり、君主との写真撮影も行ったそうです。エジプト大統領はガガーリンにカイロとアレクサンドリアの門の金の鍵を授け、ハバナではフィデル・カストロが彼を熱く抱擁したとされています。またガガーリンは日本も訪れており、9日間滞在しています。若くハンサムで世界中の人々に慕われたガガーリンが7年後に亡くなるとは誰も予想していませんでした。我々はガガーリンを博物館の置物にはできない、そんなことをしたら彼は死んでしまうだろうと、ソビエト宇宙プログラムにおける宇宙飛行士養成の責任者ニコライ・カマニン氏はこう綴っています。カマニン氏はガガーリンの上司であり友人でもありました。カマニン氏の言葉は、旧ソ連政府がガガーリンを次なる宇宙任務に送り出そうとしていたことを示唆しています。しかしその機会は訪れなかったのです。1968年3月27日、ガガーリンは教官のウラジーミル・セリョーギンとともにジェット戦闘機MiG-15 に乗って訓練飛行を行いました。セリョーギン大佐は第二次世界大戦中に旧ソビエト連邦英雄の勲章を授かった熟練パイロットとしても知られています。その日は午前10時19分チカロフスキー軍用飛行場から離陸した直後に異変が起きています。計画では少なくとも30分間飛行するはずでした。しかし10時32分、ガガーリンを乗せたMiG-15は飛行場に引き返すと管制塔に伝えた後、連絡が途絶えてしまったのです。戦闘機がレーダーから消えた後、当局は飛行機とヘリコプターを派遣して捜索活動を行いました。4時間後、戦闘機の残骸がモスクワの 133km 東、ウラジーミル州のキルジャチ市の近郊で発見。しかし墜落現場はめちゃくちゃで、2人の遺体は消え去っていたのです。結局、ガガーリンとセリョーギンの遺体を特定することはできませんでした。ガガーリンが亡くなったなどとは、
想像もできなかった。ガガーリンは生命にあふれており、空と宇宙を飛ぶことに果てしない夢を抱いていたのです。と、カマニン氏は話しています。捜査の結論が公式に発表されたのは、2011年になってからのことです。ガガーリンの宇宙飛行50周年を機に、ロシア当局が調査結果の機密指定を解除したのです。現在、事故の原因として報告されているのは、気象観測用ゴム気球との衝突を避けようと、急な旋回を試みたためとされています。これでジェット戦闘機は危険な飛行状態に陥り、螺旋降下したのだろう。と、大統領公文書館の職員、アレクサンドル・ステパノフ氏は話しています。この公式見解の通りだとすると、ありえない事象がガガーリンの死を招いたということになります。大きなゴム気球が飛行区域に現れ、パイロットらはそれを必死に避けようとして、修正不可能な垂直降下状態に陥ってしまったということになるのです。しかし、皆がこの公式見解に納得したわけではありません。結果として様々な説が登場しています。4つの異論。公式見解に異を唱える主張には、主に4つのものがあります。1つ目は、セリョーギンが突然意識を失ったとするものです。私は、セリョーギンが心臓発作に襲われたと考えている。おそらく、彼が操縦桿の一つに倒れ込み、それが大惨事につながったのだ。と、ソビエトの宇宙飛行士、ビタリー・ジョロボフは話しています。2つ目は、減圧が彼らの死につながったというものです。ガガーリンの死の調査に関わったパイロット、イーゴリ・クズネツォフは、コックピット内の予期せぬ減圧が原因で、パイロットらが死亡したのだと考えています。高度4000メートルを飛行中に、気圧と高度が下がり始め、パイロットが意識を失って、戦闘機を制御できなくなったのだと言います。3つ目は、ミグ15のエンジンの故障です。ワレンチン・コジレフは、調査官の一人から、戦闘機のエンジン故障が垂直降下につながったと聞かされたことを、回想録に記しています。パイロットは問題に対処しようとしましたが、努力も虚しく墜落したという説です。4つ目は、別のジェット機が事故の原因となったというものです。ガガーリンの同僚で、人類初の宇宙遊泳を行った宇宙飛行士、アレクセイ・レオノフは、この説を支持しています。2013年、別のジェット機の迂闊な操作が、ガガーリンとセリョーギンを死に追いやったと、レオノフ氏は述べました。問題のジェット機が、二人の前を超音速で横切ったことで、ミグ15は垂直降下状態に陥ったというのです。レオノフ氏は、そのような結論は一般人ならともかく、専門家にとっては到底信じられるものではない。と、ロシア当局の見解を真っ向から否定しています。なお、レオノフ氏は、その事故調査委員会の一員でもありました。これらの説はいずれも立証されていません。明らかなのは、彼ら二人が技術的な問題や悪天候、あるいはヒューマンエラーに起因する悲劇的な状況の中で亡くなったということです。あれほどまでに世間に愛されたガガーリンが、このような不可解な事故死をするとは、何がしかの陰謀がそこにあったのではないかと、勘ぐられるのも不思議ではないかもしれません。ガガーリンは本当に世界初の宇宙飛行士だったのか。ガガーリンが宇宙へ行って60年以上経った今でも、彼より前に何件もの死亡事故があったという噂が絶えません。旧ソ連政府が彼らの不幸をもみ消していたとしたらどうでしょう。1959年12月14日、米国アラバマ州のガズデンタイムズ紙のジャーナリストが、オーベルトが宇宙飛行士の死亡を確信、という見出しで現地から報告、AP 通信に掲載されました。記事によれば、ロケット開発と宇宙飛行学のパイオニアの一人、ドイツ人学者のヘルマン・オーベルトが、米国の情報機関と他の情報源からの報告をもとに、旧ソ連が宇宙へ人を送る試みを何度か実行し、いずれも失敗に終わったということです。記事には、ロシア人はイラン国境に近いエルブルス山付近のミサイル基地を有人宇宙ロケットの発射場として利用している。ロシア人は2年にわたって有人ロケットの実験を行ってきており、今回の事故はその最終段階で起こったもの。という権威ある学者の発言が引用されています。この記事の2年後にガガーリンの単独宇宙飛行が成功することになりますが、この事故に関して
旧ソ連は犠牲者がいたことを認めていません。今回は世界初の女性宇宙飛行士であったかもしれない女性や、ガガーリン以前に宇宙開発の犠牲となったと考えられる事件について見てきました。アメリカと宇宙開発競争の最中、自国のメンツや都合で彼らの事故を正式に認めていないとすると、それは大国のエゴと言えるでしょう。事故の犠牲となった人たちが本当に存在していたなら、とても悲しいことだと思います。皆さんはどのように感じましたか？